バレーー事、バレーー事は、アメリカ独立戦争中の1777年から1778年にかけての冬、大陸軍が宿営地としたペンシルベニア州にある場所である。それまで、大陸会議の開催場所、首都であったフィラデルフィアをイギリス軍に占領され、この冬、ジョージ・ワシントン将軍は最も困難な状況に置かれていたが、軍隊を再訓練し、 活性化させる期間でもあった。1778年はフランスがアメリカと同盟し参戦した年ではあるが、その後の数年間アメリカ独立戦争は時給戦の様相を呈した。イギリス軍は1777年9月にフィラデルフィアを占領したが、10月にサラトンガでバーゴイン将軍が降伏したために新たな作戦の展開が難しくなっていた。冬に入ると、 大陸軍の方も積極的に撃って出る作戦の実現性がほとんど消えてしまい、ワシントンは兵士たちの宿営地を探した。いくつかの場所が提案され、フィラデルフィアから二十二マイル北西のバレー工事が選ばれた。それは優れた選択であることが分かった。そこはバレークリークという川のあぜにある火事場にちなんで名付けられた場でイギリス軍にほどほど近いので、イギリス軍が ペンシルベニア内部に攻撃や略奪を行うことに対する牽制ができた。さらに、イギリス軍の吸収の恐れを少なくする程度には離れていた。ジョイ・ヤマト・ミザリさんの高台に位置し、北のスクーカル川と相まって守るには優しい地形であった。十二月十九日、ワシントンの一万二千名の軍隊は食料に乏しく、装備も満足になく長い行軍で疲れ切って、 バレフォー法事にたどり着いた。宿営の場所を選び、防御船が計画され配置についた。数日後には、スクーカル側に氷が張った。積雪量は6インチであった。1000個以上の小屋が建設されたが、絶対数が不足しており絶えず悩みの種であった。兵士たちには不定期に肉やパンの配給があった。あるものは、小麦粉と水を混ぜた味のない、ファイヤーケーキで。 栄養補給していた。その時の状態が最悪だったので、ワシントンは悲観的に述べている何か大きな変化が突然起こらなければ。この軍隊はきっと、飢えて解体され、日々の糧を得るための最善の方法として、散り散りになってしまうに違いな。動物たちも似たようなものだった。ワシントン軍の砲兵隊長ヘンリー・ノックス将軍は何百頭もの馬が合死するか。 疲労死したと書き残した。衣服も全体に適切でなかった。行軍によって靴は傷んでいた。毛布の数が足りなかった。ボロボロになった衣類でも交換するものがなかった。この不足によって一時は4000名近くが軍務に不適とされるほどであった。栄養不足で着るものはボロボロ、宿舎は混み合い、湿気が多かったために兵士は 病気や薬病に襲われた。発信地府す、超地府す、赤痢、それに肺炎が蔓延し、その冬だけで約2000名が罹患した。ワシントンは繰り返し救済策を求めたが、大陸会議は何もできず、兵士たちは苦しみ続けた。徴兵された兵士の親族の女性たちが、軍が最も必要としていた選択や、看護などの奉仕活動を行い、その苦しみを和らげた。 軍隊を維持していく上で物資の供給と同じくらい重要だったのは戦闘の実効性や式、訓練度を上げていくことだった。それまで部隊の訓練はバラバラな指導書によって行われており、実際の戦闘場面では兵士の連携が円滑さを欠き困難であるという欠点を抱えていた。有効な訓練計画を縦実行に移す任務が首都イベン断尺に与えられた。プロイセンで 実戦経験を積んだシ都トイベンはヨーロッパから到着したばかりであったが、休むことなく兵士たちを鍛え上げ怒鳴りつけて有効な軍隊に変えた。シ都トイベンの力強いやり方で日々激しい訓練が行われ、兵士たちに新たな自信を植え付け、貫水能力を与えた。間もなくイギリス軍がフィラデルフィアから出て行ったという知らせが、大陸軍のすべての兵士に熱狂を持って迎えられた。 1778年6月19日、バレー法事に入ってから6ヶ月経って、大陸軍はニューヨークに向かったイギリス軍を追って、バレー法事を出た。試練の時は終わった。戦争はこの後も5年間続くが、ワシントンと彼の部隊を呼び生まれつつある国は、武器によってではなく、意志の力で勝利を呼び込む体制ができた。首都イベン断尺測って、プロイセン王。 フリードリヒ大王の参謀本部の一員であった。プロイセン陸軍を離れてから仕事がなく自分の軍隊経験を愛国者のために生かそうと志願してきた。フランスを経て1778年2月23日にバレーフォージに到着した時、ベンジャミン・フランクリンの紹介状を携えていた。ワシントンはこのプロイセン軍人に大きな期待を抱き、即座に観察官に任命して、 有効な訓練計画を立て実行に移す任務を割り当てた。多くの障害があって成功を難しくしていた。大陸軍には標準化された訓練指導書がなかった上に、シュトイベンはほとんど英語を話せなかった。シュトイベンはくじけずに草案をフランス語で書いた。彼の副官が遅くまで起きて英語に翻訳した。翻訳された指導書は、 複製を作られ、各連隊や重隊に配られ、次の日には訓練に用いられた。首都イベンは兵士に直接働きかけることで大陸軍士官の伝統を破り衝撃を与えた。ある士官が首都イベンについて書いている彼の命令にある特有の品の良さが一段の兵士を鬼軍装のように服させた。明け方から日暮れまで。 首都イベンの親しみのある声がキャンプ中に聞こえ、更新する兵士の音と命令の叫び声があった。間もなく、渋滞、連隊さらに手段が形よく、応隊から渋滞へ、渋滞から応隊へと動くようになり、正確にマスケット銃を操作し、銃剣による訓練された攻撃で想像上の的、赤服、イギリス軍の制服を戦場から排除できるようになった。 1778年5月6日、大陸軍がフランスの同盟と参戦を祝って、越平式を行った時、首都イベンはその日の行進をまとめたことで表彰された。その日の堂々とした行進は、大陸軍の晴れ姿となった。大砲から祝砲が放たれた。続いて、数千のマスケット銃を持ち二列に並んだ不評が、順序よく、次々に連続射撃を行って、 宿法とした。あたり一体に歓声がこだました。同盟の日に軍隊が見せた、見事に訓練された工軍と外観も立派であったことは、イギリス軍を破るために、統制の取れた、有能な戦闘集団への変革ができたことを示してた。ワシントンは、首都イベンの助けで、大陸軍を軍隊として作り上げた。同盟フランス軍と共に、新たな戦争の局面に進んでいくことになった。 この宿営地跡は1893年にペンシルベニア州の州立公園となり、さらにアメリカ合衆国建国200年にあたる1976年7月4日にバレー法事国立歴史公園となった。現在の公園には復元された建物、記念碑や訪れた人に簡単な紹介映像や展示物を見せる会館がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。